関和則は、日本の政治家、元西名屋村長。1967年、西名屋村にて出生。東欧義塾高等学校、青山学院大学文学部史学科卒業。1989年、STT 開発入社。その後、落ち道夫衆議院議員秘書、木村森夫衆議院議員公設、第二秘書、木村太郎衆議院議員秘書を経験し、 西目屋村社会福祉協議会事務局長、1999年、西目屋村議会議員及び副議長を務める。2006年に38歳で、村長選挙へ立候補し当選。2010年、2014年、2018年に、それぞれ無投票で当選。2020年12月3日、村の給食センターで使う、真空冷却機の賃貸借契約をめぐり、 特定の業者が落札できるように便宜を図り、落札させたとして、完成談合防止法違反の疑いで逮捕された。12月24日、村発注の除雪車の入札でも、特定の業者が落札できる、要予定価格を漏らし落札させたとして、同法違反の疑いで再逮捕された。2021年1月14日には、 存立小学校の教職員用パソコン購入の入札で特定の業者が落札できるよう便宜を図ったとして同法違反などの疑いで再逮捕された。同年2月8日には児童用タブレット端末の入札で便宜を図ったと見返りに現金数十万円を受け取ったとして収賄などの疑いで再逮捕された。2021年1月13日辞職届を提出。 1>, 1月15日、村議会の臨時会で辞職が同意された。2021年6月24日、青森地方裁判所は、席に対し、収賄や、関製談合防止法違反などの罪で、懲役3年、執行猶予5年、追徴金275万円の判決を言い渡した。検察、弁護、側ともに控訴期限の7月8日までに控訴しなかった、ため、 有罪判決が確定した。ありがとうございます。